안녕하세요ゆりかです。今回の動画はファッション系の動画です。もうね、ファッションに興味がある方は、今年のメインのカラーってもう何だか知っている方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、クラシックブルーっていうのが2020年度のメインのカラーになりました。そこでちょっとフォローマイハート、私がセレクトするお店からも、ブルーをメインでコレクション的にね、ちょっと販売したいなと思って今回、ブルーアイテムをたくさん準備してきました。早速ね、紹介していきたいと思います。いかがだったでしょうか。今回は予約販売ではなく在庫を抱えて商品を販売する形なのでサイトでチェックできるようになってます。ちょっと個数が少ないかなっていうアイテムもあるので完売後は予約に切り替わる方式で今販売をしています。個人的にねすごい私も気に入ってるのがこのね今着てるこのカーディガン、これは結構韓国チックだなっていうのがあってすごいね今気に入ってるのと、体のラインがいやらしくなく綺麗に見えるのがやっぱりね、このワンピース。このタンクトップワンピースと、ワンピース、シースルーな感じに可愛く、かなり伸縮性があるんですよ。これはね、ほんと一度、韓国ファッションには興味ないわ、みたいな人も絶対ないタイプ。好きになってくれるようなワンピースじゃないかなと思って私これもね個人的にすごい気に入っててデートとかですごいおすすめワンピースです。では今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。クロンタムバヨアンニョン。